お願いします。40代女性でお仕事事務されている方です。で、はい、症状として今は頸部から肩甲骨の上部左側、はい、上部の痛みと右は肩甲骨内側に痛みがある。肩甲骨内側に痛み、はい、方です。で、原病歴としては2022年の10月2日に自転車同士で追突をして、その時は左の大腿部と左顎を強打してます。で、その2日後ぐらいから頸部周辺の張りが出現してきて接骨院を受診されています。で、それでも治らなくて、その2週間後ぐらいに痛みが強くなって、同年の10月20日に当院を受診されました。で、その時に健康虚筋のトリガーを施行されてるんですけど、うん、その時効果はなかったです。あ、トリガーブロックしたけどこんなにやったんですね。はい、変わりなかった、うん、で、その時は頸部周辺の痛みが中心で、うん、頸部の前後屈と、うん、はい、左右の回旋の制限と痛みがメインでした。介入当初の医学所見として、うん、塗装を含めた神経症状とかは特に、なくて、はい、ない状態で、もうその頸部のみの症状だったんですけど、うん、直近の評価では RM も左右差なくて、はい、で、同じようにトスも含めた神経症状はない状態です。はい、ただその方が一応スポーツでピラティスとかヨガをされていて、はい、ピラティスの姿勢で上肢を90度外転位でキープしてると前腕にしびれが両方とも出てきます。で、GH の方は特に問題がない。どういった問題？問題ないです。ただ肩甲骨の上方回旋が不足しているので、うん、動かしにくいという感じです。で、上位胸椎の後腕が減少していて、はい、で、脊柱起立筋が緊張が高い状態です。で、圧痛は C7TH1 間ファセットと僧帽筋、肩甲虚筋、斜角筋と菱形筋に圧痛があります。はい、左右とも同じ場所です。左右とも同じ場所、はい、あとは首の屈曲最終域で上位胸椎に張り感を感じます。はい、で、そこに対して、まあ、肩甲体とか胸郭の可動性と柔軟性の改善、あとは後頭下筋群のリラクゼーションを、はい、中心にやってるんですけれども、うん、あまり変わらないという状態。そうですね。で、お聞きしたいことなんですけど、うん、今回のような慢性的な頸部痛とか肩甲骨の周囲の痛みに対する治療で、うん、そういうすっきり症状があまり良くならないっていう方をどのように介入していけばいいかっていうのをお聞きしたいです。右の方は肩甲骨内側部で、 左の方が肩甲骨上の方で、何かこの治療した時に少しそのバーだけでもいいから楽になるっていう治療ってあります？左の頸部から肩甲骨の上部に関しては、うん、僧帽筋とか肩甲胸筋を狙って治療すると緩和はされるんですけど、あ、なるほど、はい、でもちょっといいかなっていうぐらいのリアクションで、うん、すっきりは全然してないっていう感じ。すっきりはしないけど、まあちょっといいかなっていうかな。なるほど。ってことでね。で、右はどんな感じですか？右は、まあ主に菱形筋あたりの痛みが強いので、うん、まあ、肩甲骨を動かしながら、うん、と直接、まあ、リラクゼーションのような形やったりとかしてもあんまり変化はないです。で、ずっと張ってるような状態で触っても。ちなみに斜角筋は圧は？斜角筋は圧あります。で、斜角筋やってる変化は？はあんまりないです。あんまりない感じで、ソックス買った時も差はないってことですね。そうですね、っていうことですね。今例にしたと、内側、肩甲骨内側なんで、まあ、まあ関連痛だったら C56 ファレットの関連痛、まあ、神経根本症状がないっていうことで、そっちを疑ってくるか、まあ、筋肉でそこまで肩甲骨内側部が痛いということは多分それだけではちょっと問題がないので、多分関連として筋肉が張っているって痛みが出るっていうことだと思うので、
なのでその肩甲骨内側の右の方に関しては、まあ、ちょっとあのこれだけあのやって、症状が取れるものがあれば、まあ、それそこからあの話の展開はしやすいかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとまだないので、一応考えたのはその、まあ、注射か腱鞘合具が一つあるかなと思って、で肩甲骨内側で、あの肩甲神経の場合はもちろん注射が効きながら、そこのエントラップメントが考えられて、でその時に多くは腸胸神経と一緒に合併することが多いんで、腸胸神経は感覚士持ってないので運動士しかないので、外転肩甲骨の外転機能、もしこれがもし見てるんだったらあれですけど、これここまでは見れてない。で内転が、まあ、僧帽筋もそうやけど、内転が腰頸筋で外転が腸胸筋なので、で肩上げてるとその、腰頸筋と腸胸、前鋸筋っていうのはホースカップルになってて、で下方回旋筋だけど肩 この肩甲骨の固定筋になるんで、これがちょっとやっぱりあの不安定になるんで、まあ、一つはその腰頸筋前鋸筋のカップリングがうまくできていないか、まあ、ちょっとこれで良くなったってやつがないので分からないんですけども、関連痛だったら C56 のファセットを見た方がいい。で、あの一応圧はもし取れるんであれば、ファセットの圧を見て、そこに圧があって、例えばその C45 のファセットの凹凸曲筋、凹凸曲筋っていうのはグループ群だけども、腰で言ったら垂れ付きのことに、で頸部の場合は垂れ付きがペラペラもんで凹凸曲筋群って言い方するんでね、まあ、要するに垂れ付きだと思ってもらっていいんだけど、そこの治療、あの筋収縮使うながらやって4556、まあ、あたりちょっとファセットの治療を、まあ、腰と同じような、やり方で痛み取ってあげた時に変わるかどうかっていうふうに、まあ、そういう感じで、先ほどの評価の中からファセットの話は出てなかったので、ちょっとファセットもちょっと見てもらえるといいかなという問題と、でもおそらく肩これで前腕のしびれだから、健康体に関わる筋肉の問題だから、ファセットの問題というよりはどっちかというと、まあ、さっき言った肩甲背神経とか直神経とか、まあ、そういったものを疑った方がいいかなっていうのが率直な感想です。ちょっともう少し見ないとちょっと分かんないみたいですけど、まあ、でも注射が筋の場合は注射が筋だけが緊張するわけじゃなくて、ほとんどが姿勢が影響していることが多くて、で注射が筋症候群がある方見てると骨盤がどちらかに変異するので、なので先ほど上位胸椎は後腕って話あれでしたけども、プラスアルファはちょっと体が側腕するんでね、で側腕がもしあって、まあ、見方としては座位で例えば骨盤の高さ、これを見た時に傾斜があるとか、座ってる時の重心が片方に寄ってるとか、まあ、そういったことがあれば側腕の傾向があるんで、側腕した時にカウンターとして注射がきで引き戻さんと体がねじれちゃうんで、その引き戻すために注射がきが常に緊張しているということで、その影響もあるかもしれないので、まあ、注射が筋症候群の場合はもうほとんどが姿勢由来なので、事故で緊張するっていうのと姿勢、この2つが、関連して注射が筋症候群で発生するので、要するに骨盤というか腰を直さないと治らないってことね、簡単に言うとね、うん、っていうのがあるんで、まあ、その腰をやって注射が筋が緊張するかどうかだけ見といた方がいいかなっていう感じがします。で、まあ、ちょっとその右の肩甲骨内側物に関してはその辺をちょっと疑ってみてください。で左は多分おそらく副神経障害の仮想障害じゃないかなと、僧帽筋と肩甲胸筋がやって一時的になくなるんで、胸鎖二突筋の後ろから副神経が抜けてきて、で肩甲胸筋の表面通って僧帽筋上部線の中に入っていくんで、なので僧帽筋上部線と肩甲胸筋緩めて少し楽になっているので、多分副神経障害のいう張り感だと思うんで、これは多分仮想して良くしないためなんで、そこの間、胸鎖二突筋からこの間の副神経のところの滑りを良くすれば多分いいかなって感じがしますね。まあ、事故後なんで多分その筋肉由来の問題で多分そういった末梢神経のエントラップメント含めた症状障害が影響出てるかなっていう感じがしますから、そこのあたりを中心的に、で可動域制限ないので、先ほどファセットって話をしましたけど、まあ、一応副次的な要因として、まあ、一応見といた方がいいということですけども、どっちかというと拘縮性があんまないので、関節性っていうよりは今言ったその筋肉の間通る神経ファシアとかのところ通る神経の末梢神経の問題で考えた方が多分答えに結びつきやすいかなっていう感じはしますので、そういった形で治療するといいんじゃないかなと思います。よろしいですかね。はい、はい、
これちょっと驚愕がないので、まあ、驚愕は想像してくださいませ。で、中斜下筋って言いますのは C2 から、まあ、7から第一肋骨に付着する筋肉ですよね。まあ、これバリエーションあるんでちょっとあれですけど、前斜下筋が3から6、3から6に対して中斜下筋がその1個上から横突起から付着してます。で肋骨に付着します。で何してるかというと、まあ、当然ながら側屈してるわけ、中斜下筋はね。で単純に側屈してるわけじゃなくて、これが多くが骨盤の補正を行うために、補正をする。でこの公安がしてるってことなんで、公安してる方っていうのは ほぼほぼ側腕が入ってる、まっすぐ公安することほとんどなくて、人ってだいたいどちらかに側屈が入っちゃうことが特徴なんで、側屈でプラス公安してて側腕が入ってることが多い。で今回、この例えばね、例えばその骨盤が座った時も少し変異が生じたとし、変異が生じると側腕が例えばねこっちに傾けると、右に少し傾けると体がこっちに変異してくる、ね、変異してくる。でこうすると頭がこっちに傾いちゃうんで、そうするとこの注射下筋が補正して戻そうとする。だから注射下筋が常に緊張された状態になっているわけ。例えばね、その場合こっちを直さないと、ここだけを見てここの緊張だけ取ったってこれは倒れちゃうだけだから、こっちを直して緊張取って、こっちを補正してあげて、こっちの治療してあげれば、こっちは緊張しなくてもいい環境になるわけだけども、腰骨盤の傾きがある場合はこうなってるわけから、で考案してるわけから、これで考案してるわけから、考案すると必ず考案すると側屈回旋に弱くなる体って。だからおそらく考案して側屈回旋してる。で進展するとファセットって噛み合うもんで、進展すると噛み合うから、あんまり側屈回旋ができなくなる。だからきちっとした姿勢になるわけ。背筋を伸ばしなさいってよく言われますけど、伸ばすメリットは側屈回旋がなくなって安定した姿勢になるから、それが屈曲すると側屈回旋に緩くなっちゃう。だから姿勢が、骨盤が少し傾いているだけでかなり側腕が入っちゃうわけ。こうなってるわけ。でその補正なんだよね。で考えていただけど、まあ、中斜下筋はメインかもしれんけど、中斜下筋はほとんどがこういった姿勢によって作られている現象だけっていうふうに考えた方がいいかなと思います。で、これが右の症状。で左の症状は多分おそらく肩を含めてみてください。これは僧帽筋の上部線維で、これで左側屈してみてください。左側屈、左、ここにちょっと張らしてみて、そうするとここに胸鎖乳突筋が見える、出てくるわけで、胸鎖乳突筋大体やけども、乳突起と、まあ、鎖骨の間2分の1やと、ここね、ここの後ろ、胸鎖乳突筋の後ろから副神経が走行してて、で力抜くよ、僕が側神経触るとここにある側神経、ここにある、これが副神経がここにあるんで、副神経の触ってる、今胸鎖乳突筋の後ろの副神経触ってるんだけど、ここにあるのが肩甲骨筋、ここ肩甲骨筋で、そこから僧帽筋上部線維の方の中に入り込んでいく、からここの肩甲骨筋と僧帽筋の間が、ここが副神経が通ってきて、で、まあ、この僧帽筋の方に抜けていくわけやから、ここの部分の圧、これ副神経が僧帽筋上部線維の中に入り込んでいくと、ここの部分ね、これが、なのでここの滑走性を良くするってことがまず第一条件、ね、でこれでじゃあこれだけでじゃあ痛み取れるかというと、おそらく今回 の場合は公安が入って、まあ、側腕も入ってるけど、公安が入ってこれの、上位胸椎が公安してるんで、なのでどちらかというと頭部重心が前に来てしまってて、でそれを僧帽筋、肩甲骨筋、あとまあこの起立筋が頭を支えてる姿勢なので、
この緊張を取ることで解決するかというと、おそらく、一時的には良くなるけども、結果的にこの緊張位を取らない限り、いつまでもこの、緊張のループイングは続いてしまう。なので大事になってくるのは、結果的に僕がよくやるのはこの骨盤を立たせる治療ですけども、これはあくまで可動域がちゃんと得られているってことね。骨盤、可動域やられている。この可動域は体幹の回旋可動域を使ってあげると伸展可動域が得られやすくなりますので、まずは体幹の回旋可動域を作ります。でこれでちょっと可動域を作っておいて、でその後にこれでこの骨盤が後弯して側弯してると思うんで、これでここからこういう形で骨盤を立たしてあげる。これだけね。ここから骨盤後傾して倒れてるから、これを立たしてあげる。こういう形で。で、これで立たしてあげる。上、レベル上げながら、これで立たしてあげる。と、まあ、これが少し、ホームエクササイズでもできますけども、こういう形でまず立たしてあげなければいけない。こういう形で立たしてあげる。で、立たしてあげて、で脊柱が伸展しやすい環境下を作ってあげるっていうのがまず条件として大事になってきます。でこれだけで、まあ、いければいいんですけども、実際はなかなかそれだけで可動域が得られるわけじゃなくて、ちょっと分かりやすい治療でいくと、ちょっと極突起がこういう形で胸椎の極突起がされますので、胸椎の極突起がこの極突起の後腕を取らなきゃいけない、取らなきゃいけないわけね。で、ファセットの打ちをが大事になってくるんだけど、ですけども、そうするとちょっと難しいの で手っ取り早くここの可動域を 得るためには、逆にこれを少し、屈曲させていって、屈曲させていって、でご自分でもできますけども、ここから少しここを自分で極突起を持っていただいて、で上に開いてあげる。そうそう、ここからこう開けてあげる。すると、ここが伸びてくるのが分かると思います。ここから。で、ここの極突起に手を指引っ掛けておいて、で、上に上げて。そう。で、ちょっと行けるところまで、だんだん下のレベルまでの極突起まで。あ、そう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 。で、ここから開いてあげる。開いてあげて、こういう形で可動域を作ってあげる。で開いたら、開いた分だけ胸張って、で伸展入れてあげる。で開く、いけるとこまで開いて、でそのまま戻し切る。そうそうそう、はい、開く、開いてあげて、でこれ戻し切る。これが上位胸椎の運動、屈曲で伸展。で可動域がなかなか増えないタイプは、極突起が横にずれてるケース。横にずれてるってことは側屈が入ってるんで、その場合側屈してしまって、要するに右に寄ってるんだったら、右側の方の緊張が高くなってることが多いんで、右側の方を少し突主的にリラックスさせてください。でさせてあげると、緊張が緩んだ分だけ極突起が正中、真ん中に向かってくるんで、真ん中に向いた方が当然ながら関節動きがさせやすいです。だから極突起がまっすぐ向いている方は、これを触ると簡単に分かるんで、なので一回先に極突起が正中に位置するのか、横スライド、外側の方をスライドしてしまっているのか、でスライドしてしまっている方の緊張が高いことが多いので、そちらを緩めます。もう毎日反対側の方が高かったら、もちろん反対側やればいいんですけども、多くはスライドしている側の方が硬いので、そちらの方の緊張をほぐしてあげます。これも凹凸極筋になりますので、凹凸極筋は極突起と凹凸の間の筋肉ですから、ここの筋肉、深層の凹凸極筋が硬くなってるんで、ここをほぐしてあげて、これをほぐしてあげて、さっきと同じようにやってあげると、
可動域が作りやすくなりますんで、こういう形でやると簡単に可動域が作れますんで、これが一番ベーシックなやり方かなと思ってます。ちょっとあの難しい治療法はいっぱいありますけども、そんな難しい治療法を覚えるより、いつでも 誰でもできる治療法を覚えた方が、臨床では役立つと思いますんで、こっちでやった方がいいかなと思いますんで、そんな形 でそれで姿勢がだんだん変わってきたら、その姿勢が骨盤が立って、さっきと同じようにまた立たせてあげて、で立たせてあげて、で骨盤が立った分だけここの斜角筋の緊張、僧帽筋の緊張、肩甲骨筋の緊張をもう一回見てみて、緩んでたらこの姿勢を定着化させていく。自主トレでもできるんで、姿勢を改善がしやすいかなと。自主トレ で教えやすい体操っていうのは姿勢を変えるのに好都合なので、リハビリセラピストじゃないだけしかできない治療あのだと、その患者さんはもうその次の予約の時まで何もできない手つかずになっちゃうけども、ご自分でできる体操を教えた方がいいかなと思いますので、こういった治療の方がいいかなと思ってます。以上です。